第1巻、我は日本、育ちは香港、香港在住歴40年以上の日本語はちょっとおかしなケンタがお送りする香港ケンタチャンネルです。このチャンネルでは香港の三面記事的なニュースや香港に住む日本人の方々に何かお役に立つ情報が配信できたらいいなと思って、毎週月曜日から金曜日朝8時半までに配信できるように頑張っております。では早速やっていきましょう。さあ本日4月2日火曜日です。現在時刻7時20分です。本日最高気温31度、最低気温26度で曇りです。降水確率 40% と出てますが、まあ見た感じね、傘が必要な感じはしないので、折りたたみ傘一応カバンの中に忍ばしておいた方がいいのかなという感じかなと思います。以上天気予報でした。続きまして香港ドル日本円相場やっていきたいと思います。現在の1香港ドルは19円38銭でした。続きましてビットコインの価格やっていきたいと思います。現在時刻7時22分です。 BTCUSD の価格は 69,812 ドル60セントでした。さあ今日もゆるっとニュースやっていきたいと思います。今日はですね、香港中国に住んでいる人でマカオに行くならこのアプリを入れようっていう件で、おすすめしたいのがですね、 MPay というアプリです。これね、数日前にね、私もねツイッターで話をしたんですが、香港とマカオにね、あと中国に住んでいる携帯でどこかの携帯電話番号を持っていれば一時的にプリペイドの登録をすることができるアプリですね。これプリペイドとか、ね、で買って電話番号をゲットしている人たちはそのプリペイドでゲットしている番号を維持し続けられるのであればいいんですけど、そうでない方にはお勧めしてません。電話番号なくなっちゃうとね、使えなくなっちゃいますので、そこのところは皆さん気をつけてください。さてこのアプリを入れると何がいいのかというと、私がねいつも思っていることで、マカオに行くといつもこのバスやねミニバスの支払いにのためにね小銭を大量に持ち歩いてるんですね。まあ香港ドルでいいんでね、香港に住んでる人たちはその香港ドルをねポケットに入れていけばいいんですけど、まあとはいえね、小銭を大量に持ち歩くのはね結構ストレスだったり、乗るたんびにね、数数えないといけないのがねめんどくさいなと思ってたんですね。でマカオパスっていうのをね前から買おうかなと思ってたんですが、まあ30ドルなんかサービスチャージで取られるということでね、まあしょっちゅう来るのであればそれもありかなと思っていたんですが、なんと今回ねこの MPay というのをね使うとね、アプリをインストールするのにはもちろん無料ですし、お金を入れるのも無料です。コンビニに行ってね、最初にね50ドルなり100ドルなり入れとけば、すぐ使えるようになるっていうのね、すごい便利だと思ったので、今回このアプリをインストールしていきました。さあこのアプリ注意点があります。SMS でのね認証がねインストールのした時と、あと1回目のバスに乗る時や、送金の時に1回必ず来るんですね。別にねお金が入っていない状態でも構わないので、バスに乗るボタンやね、送金のボタンをね一通り全部押して SMS 認証を1回は済ませておきましょう。マカオに入る1日前でいいと思います。でそれをしておけばね、しばらくの間聞いてこないと思うので、それを必ず行ってくださいっていうのが一つのあれですね、問題ですね。マカオに入ってしまってまだ中マカオでもねローミングで SMS が受け取れるという人はいいんですが、中にはね香港のローミング入ってませんよ、マカオでローミングしませんよっていう人もいると思うので、必ずやっといた方がいいかと思います。あとですね、マカオでもインターネットが使えないとこれは使えないので、インターネットを使える状況にしておくっていうのも必要です。なんでまあローミングそこでねする人もいるかと思いますが、今回ね実は私の妻のスマホには私が、マカオでローミングできる、ね、SIM に入れ替えて持ってってしまったので、自分の電話番号で SMS のやり取りができないのでできなかったみたいなのが、あったので、まあその辺ね皆さんもちょっと気をつけていただければと思います。でさらにねこの MPay 非常に便利だなと思ったのは、残ったお金1、ま、パタカでもね次の人にね引き継げる、要は、友達にもね MPay をインストールしてもらって、で次マカオに行くときにちょっと使い切れなかった分使ってきてつって渡してあげることもできますし、まあ10パタカとかね残ってたら、じゃあ10香港ドルでこれ売ってあげるよみたいな、交換してよみたいな感じで渡すこともできるので便利なのではないかなと思いました。またカードはね紛失したらいろいろと大変なと思うんですが、アプリなら別に再インストールして同じ電話番号さえ維持していればログインすれば、元に戻ってくるというのもねこちらで確認しましたので問題ないかと思います。別にね MPay の回し物ではありませんので、ただ私がね今回ね使ってみてすごく良かったなというので紹介させていただきました。ちなみに私は今回私の iPhone に500パタカ、妻の iPhone に50パタカチャージしておきました。理由は、まあ、基本支払いを私が iPhone で行い、妻はバス代が払えればいいやという状態でした。バスの、ね、乗車は1回一律6パタカなので8回ぐらい乗れるのかなという予想だったんですが、なんと3パタカで乗れたので、
18回近くね、乗れてしまうということになって、まあ、全然ね、使い切れなかったんですけど、まあ、あと他にね、食事をするところで払ってみたりとか、いろいろやってみたかったので、今回はね、食事どころとかもいろいろ使ってみましたが、基本私、この MPay でね、払えないところ見つけられなかったので、MPay さんインストールしてれば、大体のところで支払いができるのではないかなと思いました。さあ、でね、私がね、やった、まあ、こんなバカなことするのは私ぐらいかと思いますが、気になったね、二つの方法。まず、同じアカウントを2台で使用できないかな。そうすればね、一箇所に登録すればね、2台で使えるじゃんと思ったんですが、2台では使えませんでした。1台目が、ログアウトさせられて、2台目に入るっていう感じになってしまうんですね。で、同時に使用はできなかったというのが、まず、2台では使えなかったというところですね。あとですね、1台で2回支払えるか、バス代を1台で2回支払えるかっていうのは、まあネット上にね、情報としても載ってたので、試しはしませんでしたが、1回目の支払いから、なんだっけな、15分かなんか経たないと払えないので、マカオはね、結構狭いんで、15分っていうとね、結構もう目的地に着いちゃってることが多いので、そうですね、不可能に近いなと思いました。なのでね、一人一人ちゃんと登録する必要があるのかなと思います。ちなみにね、使い切れなかった時の対策として、例えばちゃんとね、一人はね、管理してる電話番号があれば、その人のところに最後全部のお金をね、送金して、そこのお金、そこで全てを管理すればね、特に問題はないのかなと思いました。実際に使ってみた感想ですが、バスのQR 読み取り機がですね、なんかすごく反応が悪くてですね、後ろに並んでる人たちがいるとね、ちょっとね、ストレスを感じました。まあね、本当ね、そろそろ QR っていうのがね、NFC 対応のね、携帯いっぱい出てるんでね、NFC でできるようにしてほしいなと、私は思いました。ただね、そういうことも含めてもね、6パタカがね、3パタカと半額で乗れちゃうので、倍以上のバスに乗れた上に、思ってた以上のお金が、結構ね、節約できたので、それは嬉しかったですね。あと、まあ、小銭をね、一切今回持っていかなかったので、非常に楽でした。あとね、まあ、できたらね、アプリ内でね、Apple Pay とかを使って、自動チャージとか、手動でもいいんで、オンラインチャージができるようにできたらいいなと思いました。これね、マカオのね、銀行かクレジットカードがないと、できないので、まあ皆さんね、マカオのクレジットカードか銀行カードがないと使えないものだと皆さん思ってたみたいですけど、それはなくてですね、今回ね、私試した通り、コンビニでチャージができたので、非常に便利でした。また友達もね、その場で、合流した友達にすぐにMPay インストールしてもらって、使えるようにね、すぐに僕の持ってるお金をね、送金しましたが、すぐにね、使うことができたので、まあ、ローミングさえできてれば、SMS が受け取れればできるっていうのでね、非常に便利だなと思いました。まあ、QR コードだけがね、なんとかならないかなって私は思いました。ということでね、まあ、もし香港に住んでる方で、マカオ行く予定のある方は、ぜひ、MPay インストールして、行ってみてください。到着してね、1軒目のコンビニで、どうだろう、50ドルぐらい、最低50ドルからで、50ドルの倍数でしか、入金できないので、50ドルぐらいね、入れておけばね、まあ、3ドルだから、1日マカオで過ごすのに、どうだろう、3回、4回。まあ、乗っていいとこ5、6回だと思うんですよね。誤算15だから、全然50パタカだったら、2日、3日いても全然足りるんじゃないかなって、私は思いました。ということでね、MPay ぜひ使ってみてください。また使ったことある方ね、こんな問題があったよとか、こういう感じだったよみたいなのね、コメントいただけると嬉しいです。ということで、本日のニュース以上です。このチャンネルではこういった香港の、三面騎士的なニュースや、香港に住む日本人の方々に何かお役に立つ情報が配信できたらいいなと思って、毎週月曜日から金曜日朝8時半までに配信できるように頑張っております。もしチャンネル登録まだの方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録といいね評価でいただけるとすごく嬉しいです。ということでね、本日ここまでさせていただきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん良い一日をお過ごしください。チョイキン、またね。バイバーイ。